こんちゃん、ひるゆきだよ。ザリアのナフタッチ開いたんで早速触ってみました。ちょっとしたスキーオフっすね。すっせいやったんですけど、まんまだ使えるんじゃないですかね。前が異常だったらですよね。それと、クロスレーンのエイム足とか有効になったんで、より一層盛り上がりそうですよね。8X みたいにクロスプレーでランクいけるとかないんで、あれで心配もなさそうですかね。OW は視点操作が忙しいんでキーマンが優位なことには変わらないんですけどね。それでも、ある程度気兼ねなく CS も誘っていけるのは嬉しいです。今まで、クロスプレーでアシストないから足んないわって言ってた。たかが、次の言い訳考えておいた方がいいかもしれないですね。コメントで言い訳の募集も一応しておきます。この試合は、一応最初ザリア使ってたんですけど、味方ら爆発かスナイパーに抜かれるんで、さすがにゴリアに変えたんですよね。味方ら爆発か死ぬと、その次は何が起こると思いますか、皆さん。そうです。暴言です。今日は、ひろゆきの日常をお送りします。僕、カメラ回ってないところだと無口なんですよね。ちょっと寂しいかもしれないですけど、ぜひ、人の心が寒さまを見てみてください。なんかエルスバグってません。いいな。僕も敵にダブルスナイパーがいるときに動き出してな。やっぱそれ肩を第一当たって出さないと、中の味方はバンバンダウンしてますね。相手乗るとこ死になっちゃうから入るのはやめとこう。今気づいたんですけど、コアラの看板あるんですよ。ここオーストラリアなんだ。中の人の話で申し訳ないんだけど、僕出身オーストラリアなんですよね。だからジャンカータウンのミージュ、リジュリーに使われてるんですね。あって今行きました。リジュリューって、オーストラリアの先住民のナボリジニっていう、肩が真っ黒な先住民がいるんですけど、その人たちの伝統的な民族楽器なんですよね。ユーカリの木ってあるじゃないですか。その葉っぱはコアラの主食なんですけど、そのユーカリの木をシロアリが食べるんですよね。シロアリって、柔らかい部分しか食べないんで、筒のように木が残るんですよね。その筒をぐっと吹いてみたら音が出たってへんてこな楽器なんだけど、日本にも実は結構ディシュリードのプロっているんですよね。興味があったら一度見てみるといいと思います。さすがにヤバすぎるんでゴリラにします。刺さる気もしないんでサージをゴミ箱へ。あ、やっとスナイパーやめたっすね。もうだいぶ遅いけど、スナイパーにオイラが絡まないと。カバーする動きじゃ勝てなそうだな。ゴリラ全然使ってないから右クリック忘れるんですよね。あと4分か。ここで右クリック使えたらな。
まあ頑張った方じゃないですか。ここからチャットが盛り上がるんでね、お楽しみください。より良い世界、今こそ戦う。技術ではなく精神力こそ。友達に勧められてサマータイムエンダー見てて、今3話目なんですけど面白いですね。おすすめです。科学とは不確実な結果に挑むことですが、その過程も大いに楽しめると思いますよ。我が刀を研ぎ澄まされ、ここに微塵の迷いなし。僕も普通に戦犯かもしてましたけどね。リーバーだった時点でゴリラ変えた方がいいですかね。とりあえず試行錯誤してみます。もし今日の新作なんですけど、ごめんなさい、来週になりそうです。はい、ゴールできるとは思いませんでした。
僕も反省点いっぱいあったんで、収穫のあった試合でした。やればやるほど楽しくなる、それがオーバーウォッチですね。